こんにちは、荒木真理子です。今日は静岡市駿河区大和にやってきました。こちらは JR 静岡駅から徒歩5分ほど、電車の高架も、ね、すぐそばにあります。さて、今月の大人の遠足のテーマはこの暑い夏にこそ食べたい冷やし中華です。私、冷やし中華が大好きなので、1年中食べたいんですが、この暑い季節に食べるとまた格別ですよね。今日お邪魔するのがですね、こちら麺どころ石神さんです。赤いのれんが目立ってますね。早速行ってみましょう。今回荒木さんが訪れたのは静岡市駿河区大和にある新感覚の創作料理を提供する麺どころ石神です。中に入ってきましたが、すごく明るくて清潔感があって、女性一人でも入りやすそうな店内です。早速、麺どころ石神の店主木村さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、すごく素敵なお店ですね。はい、ありがとうございます。あの、駅も近いですけど、はい、普段はどういったお客さんが多いですか？そうですね、6割ぐらいがあの近隣のサラリーマンのお客さん、あとは、車でちょっと移動して来られる方とか、あとお休みの夫婦の方とか、いろいろですね、本当に幅広いお客さんに利用してもらってます。女性が一人でフラッと入ってきたりしますか？もうもちろんありますよ、はい、すごく入りやすい店内ですね、はい、あの一人ずつこう壁を向いて食べれるのがいいのかなと思います。あと仕切りで仕切ってますので、割とこう集中して食べていただけるようになってます。そして今回はこの暑い夏にぴったりな冷やし中華があると伺ったんですが、はい、ございます。どういった麺になりますか？はい、今年はですね、延命酢という静岡のみかんのお酢を、ブレンドして、作ってます。毎年あのお出汁の効いた冷やし中華っていうのを作ってるんですけど、今年はちょっとそのお酢を変えて、お出ししようかなと思ってます。じゃあ早速そちら一ついただいてもよろしいですか？はい、かしこまりました。お願いします。早速冷やし中華持ってきていただきましたが、すごく彩りが綺麗ですね。ありがとうございます。あと麺が結構太めですか？はい、麺はあの平打ち麺になってまして、あ、はい、あの特注で作ってもらってるそば粉入りの麺なので、舌触りもよく、のど越しもよく、もちもちした感じになってます。せっかくなので麺の方からいただきます。また麺がもちもちで、はい、すごくのど越しがいいですね、はい、結構スープは酸味が効いてて、ね、はい、さっぱりしててすごく美味しいです、はい、今年はですね、お酢をですね、静岡の延命酢というお酢を使ってまして、スープをちょっと飲んでもらうと分かると思うんですけど、はい、ほんのりみかんの柑橘系の、感じがして、ちょっとその甘みも感じられると思います、はい、なんかすごく酸味の中にでも本当に甘みも強いので、はい、スープだけでも美味しくいただけますね、はい、あと平打ち麺なので麺によくスープが絡みますね。そしてチャーシューも、火の通り具合というか、はい、絶妙な、そうですね、低温調理で、12時間ほど加熱してます。なのでレアチャーシューとは言っても完全に火は通ってますけど、時間をかけて、低温で調理することによってこの柔らかさが、出ます。この豚の脂の部分も甘いですね。そうですね、肩ロース使ってると、肩ロースは結構脂身が甘みがあってうまいですね。そして続いてご用意していただいたこちら、なんか具が別盛りで、はい、もうラーメンが美しくてスペシャルな感じがしますけど、何ですか？はい、当店の一番しているメニューで、はい、鶏そばの極み、
バージョン 2.0 と言います。プリズマの極み、はいはい、それの今日これは塩味ですね、はい、また具がどうして別に、はい、それはスープの、熱いスープの中にチャーシューを入れちゃうと、うん、どうしてもレアチャーシューとか火が入りすぎちゃいますので、食べるときにスープで温めながら、しゃぶしゃぶみたいな感じで温めてもらって食べていただくのが一番美味しく食べれるということで、このようにご用意しています。スープから、鶏の旨味がすごいですね。はい、そうですね。うん、親鶏の、丸鶏を10キロほど入れて、あと鶏ガラも入れてですね。せっかくなので、ちょっとこの駿河シャモのチャーシューも、はい、召し上がってください。はい、いただきます。じゃあちょっと、ちょうどスープの温度で、柔らかくなるんで、そのまま食べるとちょっと硬いんですよ。スープの温度で柔らかくなって美味しく食べれるというような感じになってます。駿河シャモのチャーシューが食べられるのはこちらの、はい、鶏そば極みの、塩と醤油だけでなります。はい、いや、このちょっとチャーシューの食べ応えというか、はい、これはなかなか味わえないので、ぜひこのメニュー、なかなか貴重な鶏なので、そうですね、はい、皆さんにも味わっていただきたいですね。そうですね、はい、ぜひ味わってください。うん、今日いただいた冷やし中華と鶏そばの極み、本当に美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。こだわりが、ね、詰まっていましたけども、はい、季節によってまたメニューも変わるんですよね。そうですね、毎月出している創作麺というのがあるんですけど、それが大体2種類ずつ新しいものを出しています。では最後にお店の定休日や営業時間を教えてください。はいはい、定休日は毎週月曜日です。で、営業時間は9時から2時までと、あとは夜の営業が水曜日から土曜日だけになるんですが、6時から8時半までです。ラストオーダーが8時までになりますので、8時までにご来店いただければと思います。はい、ありがとうございます。本当にこちら今日2種類の麺いただきましたが、その他にもたくさんの種類のメニューありますし、季節によっても変わるそうです。ぜひ皆さんお越しください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。